高野直也選手にお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは昨日今日の勝利受けてですね、ご感想をお願いします。そうですね、昨日から引き続き本当に厳しい試合にはなったんですけど、最後自分たちのバレーをして勝ち切ることができたので本当に良かったと思っています。ご自身は今日試合で高いスパイク決定率を誇っておりましたが、いかがでしたかご自身のプレーは。まあ昨日最後のセットから試合に出始めて、まあ、好調を維持できているので、まあ、来週もまだまだ厳しい試合が続くんですが、そこでも自分の力をしっかりと発揮して勝利に貢献していきたいと思います。チームとしては首位争いをしているところです。このアウェーでの連勝、チームに大きな弾みとなりそうですね。そうですね、先週ホームゲームで、いっぱいしてしまったので気持ち切り替えて来週も連勝を続けるように頑張っていきたいと思います。今日も多くのファンの皆様お越しいただいています。また画面越しにご覧になっている方々も多いことでしょう。そういった皆さんに一言メッセージを最後にお願いいたします。アウェーゲームで、応援ありがとうございました。まだまだ厳しい戦いが続くんですが、しっかりとブレイザーズらしいバレーボールをして一つ一つ勝利を積み重ねて頑張っていきたいと思います。引き続き応援よろしくお願いします。ありがとうございました。次の試合でもご活躍期待しております。見事